ジャンボ料理うまいバーココクロクッキングエンターテイナーの大西哲也です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや寒くなってきたね、東京も。いやそう、北海道とはね、なんか違う寒さがある。なんかね、しみる風が ね、骨をついてくるビリビリ寒いです。まあそんな中でね、今日お送りしていくのはですね、はい、パスタイエジェノベーゼリクエストが多かった。いや皆さんね、いや本当にリクエストたくさんいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ジェノベーゼですけれども、まず言っとく、高いから、お金かかるから。まずね、バジルが高い。あと家にないものを使う。まずバジル家にないでしょ。あとあの松の実とか、はい、後で紹介しますけど、はい、家にないものもありますんで、なかなかちょっと敷居の高いパスタかもしれないね。今回は一からバジルから作るけど、あのバジルペーストっていうものとか、あとはそのジェノバソース自体を作っちゃった、そのジェノバペーストっていうのも売ってるから。あとバジルは管理が難しい。なぜかっていうと、すぐ悪くなるから。その色も悪くなるし、風味も悪くなるから。だからあのそのバジルペーストとかジェノバペーストを使うと、まあ、もっとお手軽にできますんで、参考にしてみてください。それでは材料の紹介です。じゃん、脅しといて少ないじゃないかっていう、ね、話なんですけれども、まずね、こうバジル。バジルはあの冷蔵庫に入れて冷やしといてください。あの常温に置いとくと、すぐ色と香り悪くなるから。バジルは 20g ぐらい、結構もっさり。松の実 5g ぐらい、パセリ大さじ1杯ぐらい、これだけもできるんだけど、俺パセリ入れた方が好みです。オリーブオイル結構入れる、 50cc ぐらい。ペペロンチーノ作るときは 30cc だから、それよりもいっぱい入れる。でそれとニンニク1かけです。すごいシンプル。シンプルでしょ。でやっていこうと思います。はい、松の実、これを空炒りします。熱々のフライパンにこう油しかないで炒る。すると香りがふっと立つ。いった方がいいね。いなくてもいいけどね、別に。うん、いなくても美味しいけど、いった方が絶対美味しいから。まあ別にアルミのフライパンでもいいし、まあ、鉄の方が蓄熱性高いから、この熱々の状態をキープしていることができます。でこれ軽くいっていく。ちょっとね、いっていくとあの香りが出てくるから、ふって香り立ってきたら OK。 香りが立ってさ、軽く焦げ目がつくぐらいでいいです。ちょっと焦げ目か、ピッと合うかな。焦げ目がついたら OK。 はい、次はジェノバペーストを作ります。フードプロセッサーを使うんだけど、さっき言ったようにバジルは温度が高くなると色が悪くなる、風味も悪くなるので、はい、フードプロセッサーフードプロセッサーのガラスの部分、あ、入れるとこ、ね、そう、入れるとこ、あそこ冷やしときます。はい、あの冷やす、冷やす、冷やす。で、あとは全ての材料をこう冷やしたフードプロセッサーに放り込む。バジルも直前まで冷やしたと。バジルも直前まで冷やしとく。松の実、パセリ、ニンニク、粉チーズ大さじ山盛り1杯、オリーブオイル。あ、全部、ここで入れちゃうの？そうだよ、もう全部入れる。まあ、簡単っちゃ簡単だよね、材料さえあれば。あとはバーって。で、フードプロセッサーもずっとそのままかけててもちゃんと混ざらないから、間で混ぜて、あの壁についてるやつとかをこう、あのこそいで、ゴムベラで、あと蓋のところにね、飛んだりしてるから、この辺とかもこそいで、で滑らかになるまでやります。どれぐらいになったらいいんですかね。もうドロドロでいいね。滑らかなら滑らかな方がいいと思うから、あのミキサーでやってもいい。ミキサーでやった方が滑らかになる。でもあのミキサーでやるときは、あの材料割といっぱい入れないと回らないんだよね。だからちょっと、ね、ちょっとの時はフードプロセッサーの方がいいで、このジェノバペーストは冷凍できるからね、いっぱい作ってバジルいっぱい取れる人とかはだんだん滑らかになっていく。粗いとこと細いとこの差とかができると、うん、食感が悪くなったりするから、割とこまめに周りこそいで混ぜて、でかけてやります。ずっとただかけてればいいっていうわけじゃないっていうところが、なんだろう、プロの技なのかな。この滑らかさがこうプロっぽさ。そうだね、押して結構細くなったな。こんなもんかな、うん、こんな感じ。もう本当にペーストっていう感じで、ジェノバペースト完成。でこのジェノバペーストできたやつは冷蔵庫に入れといてください。それ冷やす、あのこれからパスタ茹でるまでも5分間すら外に出しときたくないすごい、徹底して冷やすんだね、うん、そう、このまま置いといても、うん、いや色悪くなるから、本当に。だからすぐ作る直前に、やっぱりね、パスタを茹でる直前に作った方がいい。この時も、ゴムベラが大活躍します大好きだね、はい、みんな買った方がいいよ、100均で絶対すぐ買わせる、うん。でこれは冷蔵庫にしまっておくと。でパスタを茹でます。パスタは乾麺 100g1 人前ね。
でパスタを茹でるお湯はしょっぱいお湯で茹でること、これはペペロンチーノの時に説明してるから、必ずなんか味気のないパスタになるんですけどっていう人は大体あの塩を入れてない、入れててもこうこんぐらいしか塩を入れてないことが多い。で今回あの俺はいつもの細麺でやっちゃってるけど、ちょっと太いパスタの方がジノベーズは合うかもしれないね。フィットチーネとかリングイネとかそういうやつの方がいいかもしれない。あの普通の乾麺のパスタにしても太いやつとかね、まあ細いやつは細いやつで美味しいから、俺はとにかく細麺好きだからこれでまあバッて作っちゃうけど、まあダメっていうことは全然ない、お好みです。まあでも簡単じゃ簡単だよね、材料あればね。はい、で茹ださりました。茹ださったジェノバソースを入れる、火かけてないフライパンにジェノバペーストを入れる、パスタを入れる、ちょっとだけ 50cc ぐらい茹で汁を入れる、はい、で、あとは手早く絡める、火つけてちょっと温めた方がいいね、うん、絡めながらちょっと温める、で、このちょっと火が入るとバジルのね、いい香りが立ってきます。めっちゃいい匂い。あえてチーズがちょっと溶けるぐらいの感じ、バジルの香りがファッて香って、チーズが溶けたら完成ですと。白い皿にね、持ってやるのがいいかなっつってね。わ、いい色だね。うん、真ん中に丸く高くをイメージして盛り付けてください。ちょっとひねりながらね、意識高くね。麺を置いたら続きましてソースを全体にかけて、はい、こそぐ、すごいこそぐよね。そう、上にちょっと仕上げのバジルでも飾ってあげればいいんじゃない。はい、できました。今日はこれで決まり、ジェノベーゼでございます。じゃーんじゃーん、パッパパパッパパッパッパ。簡単でしょ。いや簡単、簡単だと思う。そうだね、割とそう、材料さえあれば簡単です。おーし、OK、じゃあ食べてみましょう。イエーイ、よし、王様食べようぜ。はい、今日は私も食べます。そうしよう。わー、うん、美味しいじゃん。香り高い ね。あ、本当に、いや久々だな、ジェノベーゼ。はい、いただきます。いただきます。うん、うまい。あ、ご機嫌うまい。美味しいよ。王様も食べて、食べて。はい、いただきます。はいよ。レモンチリルがちょっとかけても美味しいかもね。あー、そうだね。うん、うん、美味しいね。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいわ。めちゃくちゃうまい。うん、あ、これめっちゃうまい。うん、本当に美味しい。本当に美味しいね。生バジルがね、うんうん、バジルとそのニンニクとオリーブオイルと、うん、あとチーズと松の実とがみんなこう混然一体となってこの旨味を作り出している。それってジェノバじゃないですか。うん、ということでジェノベーゼお送りしてまいりました。皆さんチャンネル登録、そしてグッド評価よろしくお願いいたします。ツイッターとかフェイスブック、インスタグラムもありますので、こちらからね、ぜひ絡んでいただければと思います、はい、それでは料理うまいバーココロからお送りしてまいりました、クッキングエンターテイナー大西哲也でした。皆さんしたっけ。